はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は私が自作しましたポータブル電源のご紹介をしたいと思います。まずは本体蓋を開けてみますと、 AC デルコさんの M27MF という型番のバッテリーを導入しました。で、配線は別でですね、太い電流を大電流を流しても熱くならないような、そういう太いケーブルに交換しました。バッテリーケースの蓋に穴を2つ開けてインバーターへとつないでおります。そして電力計を導入しました。これはあった方がいいグッズの一つだと考えております。そして AC 電源の挿入口と、あとメインスイッチが横にあります。このインバータには電流計と電圧計が備えられておりました。このような感じになります。いかがでしたでしょうか。また感想などいただければと思います。今回はこれにて失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。